ニューヨークタイムズマガジンはニューヨークタイムズがの毎週日曜日の午後に別冊として挿入されるサンデーマガジンである。新聞本誌よりも長い特集記事が掲載され多くの著名な執筆者が寄稿している。またファッションやスタイルに関連した写真も掲載されている。創刊以来掲載されている様々なパズルも人気のコーナーとなっている。 創刊号は1896年9月6日に発行され、世界で初めて新聞に写真が掲載された。初期の数十年間は、今日のような別冊ではなく、新聞本誌の一部だった。これは、その年にニューヨークタイムズのオーナーとなったアドルフ・オックスによる紙面の大規模な改革の一環だった。オックスは、フィクション、コミックストリップ。 ゴシップコラムを本誌に掲載することを禁止し、これによりニューヨークタイムズを財政破綻から救ったと一般的に信じられている。1897年にはビクトリア女王のダイヤモンドジュビリーを記録した写真を見開き16ページにわたって掲載した。この記事は大変な人気を博し、雑誌を成功へと押し上げた。初期の頃から w e b 流ボイスや アルベルト・アインシュタインから現役の大統領や次期大統領まで著名な寄稿者の文章を掲載するようになった。編集長のレスター・マーケルは1920年代から1950年代にかけてのニューヨーク・タイムズ日曜版を指揮した強烈で独裁的なジャーナリストであり、アイデアのフォーラムとしてのマガジンのアイデアを奨励した。マーケルの在職中、レフトルストイ、トーマス・マン、 ガートルード・スタイン、テネシー・ウィリアムズなどの作家が同誌に寄稿した。1970年に本誌でオーパス・エド記事が導入されると、マガジンでは論説記事の掲載を次第に取りやめるようになった。1979年にはピューリッツァ賞を受賞したジャーナリスト、ウィリアム・サファイアのオン・ランゲージという英文法、用法、語源などの問題を論じたコラムの連載を開始した。 サファイアのコラムは人気を博し、1990年にはマガジンの他のどのコーナーよりも多くの手紙が届くようになった。1999年にはユーモア作家のランディ公演によるアドバイスコラム在セシストが連載を開始し、すぐに人気のコーナーとなった。2011年には公演の公認としてアリエル・カミネールがコラムの執筆者となり、2012年には チャック・クロスターマンがカミネイルの公認となった。クロスターマンのコラムは2015年初頭に終了し、ケンジヨシのエイミー・ブルーム、ジャック・シェーファーの3人による会話形式のコラムがそれに変わった。3ヶ月後にシェーファーがクワメ・アンソニー・アッピアに交代し、2015年9月からはアッピア単独のコラムとなった。2004年から、 ロブウォーカーによる消費文化に関するコラムが始まった。また、マガジンには、ウィル・ショートズが編集した、クロスワードパズルのページもあり、他の種類のパズルもローテーションで掲載されている。2010年9月、本市の編集長ビル・ケラーは、マガジンの再活性化の一環として、マガジンの元編集部員で、ブルームバーグビジネスウィーク市の編集長だった。 ヒューゴリンドグレーンをマガジンの編集者として採用した。リンドグレーンは、王、オラフマガジン氏のローレン・カーン編集長を副編集長に採用し、その後、ニューリーパブリック氏のウェブサイト、tnr.com のグレッグベイス編集長を、同氏のフロント・オブ・ザ・ブック・コーナーの編集に採用した。2010年12月、リンドグレーンは、元、 GQ 氏のストーリーエディターだったジョエル・ラベルを副編集長に採用した。2004年、ニューヨーク・タイムズ・マガジンは、スタイルに特化した付録の発行を開始した。T というタイトルのこの付録は、デボラ・ニードルマンが編集し、年14回発行されている。2009年には、独立した雑誌として、カタール版を創刊した。2006年には、 各月で発行されるスポーツ雑誌、プレイと年2回発行される不動産雑誌、キーが開始された。アメリカ詩人賞受賞者のナターシャ・トレザウェイが、トーマス・トランス・トロンウェル、カルロス・ピンタード、グレゴリー・パードロなどの詩人の詩を毎週選び、紹介している。マガジンでは、クロスワード・パズルの日曜版を他のパズルと一緒に特集している。これは、創刊当初から、 人気のあるコーナーである。日曜版のクロスワードパズルは他の曜日版のクロスワードパズルよりもマス目の数が多く難易度が高くなっている。マガジンのパズルコーナーにはクロスワードの他に別のパズルが掲載され、その種類は毎週異なる。これらのパズルは NPR の番組ウィークエンドエディションのパズルコーナーの司会者でもあるウィル・ショートズによって制作されている。 2005年9月18日号の編集後期で文芸欄、ファニーページの開始が発表された。このコーナーは我々がまだ試したことのない方法で読者を巻き込み、我々の時代の物語を語るには多くの異なるタイプの文章が必要であることを認識することを意図したものだった。ファニーページはストリップ、サンデーシリアル、トゥルーライフ・テールズの3つのパートから構成されていた。 2007年7月8日、トゥルーライフテールズが中止された。このコーナーは面白くない、意味不明、交渉すぎると批判されてきた。ゴーカーが2006年に実施したアンケート調査では、あなたはファニーページをファニーであると一度でも思ったことがありますかという質問に対し、1824人の回答者の92%が、いいえと答えた。ありがとうございます。